今日は朝からね、ちょっと疲れ溜まってるんで半身浴をしています。チョビーどこ行くの？チョビーちゃんおいで、こっちおいで、入っておいで。チョビーもお風呂入ろう、一緒にお風呂入る。チョビーお風呂入る？チョビチョビおいでおいでおいで、お父さんとこおいで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 、いいよ大丈夫大丈夫、チョビおいでおいでおいでおい、チョビチョビチョビダメ、来ない来ない。いつもはシャワー派なんですけどね、月に1回ぐらいだなぁ。うん、こうやって湯船に入るのは。なんかね、ちょっと今日は、疲れがね、かなり蓄積されてるような感じがするので、まあ、血液の流れを良くするためにね、朝からお風呂に入っております。気になるんだ、チョピね。チョピ。そばにいたいね、チョピは。チョピチョピチョピチョちゃんチョピちゃんチョピちゃんおいでチョピ、こっちおいでよ、おいでおいで、はい。ティちゃん、ティちゃんどうした？ティちゃんどこ行った？ティちゃんは。ティちゃん、ティちゃん、ティちゃん。来ないね。ありがとうね、ジョビ。ジョビは絶対待っててくれるもんね。ね、ジョビ。ありがとうね。遅い。ジョビ遅い。チョビ、お座り。お座りしてごらん。チョビ、チョビ、チョビ、お座りは。お座りは？お座り。チョビ、お座り。チョビ、せ。チョビ、おかわり。やったことない。一回もやったことない、おかわりなんて。じゃあもうちょっと半身浴するね。ごめんね。ワン。ごめんね。その月一にしかね、お風呂に入らないんですが、まあ、たまにね、なんかこう、大きなお風呂に入りたいなーってことはね、やっぱり思いますね。なんかもう昔と違って銭湯ってね、なんか個人でやられてるようなね、経営されてるような銭湯ってほんとなくなっちゃったもんね、なんか10年ぐらい前だと あそこにあったな、ここにあったななんてね、場所が思い浮かぶんだけど、でも今ないもんね。健康ランドか、健康ランドができたから、時代の流れだね、ジョビね。ね、ジョビ。ワン。ティちゃん。ああ、ああ気持ちいい。浴槽の中でね、この手が勝手に浮くじゃないですか。これって通常のね、何もない状態で、例えばその腕の重さだとかね、かかる負荷っていうのが通常のね、日常の生活におけるね、重力がね、約ね7分の1から8分の1程度なんですって。
うん、前にライブでも少しね言ったかと思うんですけど、まあ、いわゆる無重力状態がね日常で作れるっていうのは唯一このお風呂、に浸かる時だけなんで、体の疲れを取るという意味ではね、お風呂に浸かるっていうのは最も効率がいいんじゃないかなと思ったりしてます。ああ気持ちいいっすもんね、やっぱり汗かいて、お尻向けてちょびは、お尻ばっかり向けてちょびは。というわけでね、お風呂に、はい、ちょっとティちゃんだね、ティちゃん、ティちゃんずっと待ってなかったな、ティちゃん、ティちゃん、ティちゃん、うん、容量がいいね、ティちゃんは、最後だけ来たね、ティちゃん、ティちゃん、バレてる、いいの、そういうことでいいの、ちょびと一緒に待ってなきゃダメなんじゃないの、ティー、ティーチョビー、おいで、チョビー、チョビー、チョビー、おいで、はい、こちらで、はい、というわけでね、お風呂に入ってる時はずっとドアの前で待ってくれてるチョビとたまに待ってるティーちゃんでした。それでは皆さん、またね、気持ちよかった、バイバイチョビー&ティー、バイバイチョビー。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチョッピーチャンネルの読者登録、高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。またインスタ、ツイッターの方もですね、毎日更新しておりますので、番組説明欄からのフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイキー。